M93 は、友座にある三階星団である。双眼鏡ではやや明るい星が小さな三角形を作っているのが見える。水星の角のように見え密集度が高い星団であることがわかる。合計10センチメートルの望遠鏡では20個ばかりの星が見えてくる。様々な色の星が見え、西の方に2個の大色の星が見える。マラスは、10センチメートルで見て、 ぎっしりと詰まった宝石と表現している。口径20センチメートルの望遠鏡では、この星が見えてきて、素晴らしい眺めになる。小口径から大口径まで楽しめる対象であるが、日本からは南に低いため、見え方が気象条件に左右されやすい天体でもある。1781年、シャルル・メシエによって発見された。メシエは、 大犬座とトモ座の選手との間にある星団で、星雲上のものはない。K8 とした。ウィリアム・ハーシェルは8から13等の星で構成されているとした。スミスは海の人手のような感じ。SP の部分が一番明るく、星は7から12等とした。ジョーンズは羽を広げた蝶に見立てた。シュバリエ・タンゴスは M93 を彗星と間違え、フランツフォン・ザハはこれを 天文学上、全く言語道断のしくじりといった。タンゴスは、フランス人陸軍大意で1789年に、マルタ島に観測所を設立したが、アリンさんの実験で観測所を多数の建物もろとも消滅させてしまった人物だという。またタンゴスは誰も、再発見できない彗星を発見したとメシエに、書き送ったり、 水星が太陽面を通過したのを観測したと嘘の報告をした人物であるという、ありがとうございます。